はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ゴローでございます。ということで今週もね、上海バスケスケーピン活動始めていきたいと思います。ということで今週めっちゃ今調子ですね。これ5試合目なんですけど、4試合目まででなんと7ゴール決めております。あのね、前回の試合がね、久々にあの来てましたね。今までにないパターンのシュートを決めたというね。お、何今の、なんかちょっとバスケットマンっぽいような動き。ちょっと嬉しい、自分のプレーを見てちょっとバスケットマンっぽい動きで嬉しい。さあ今日は白ワインを飲んでの解説となっております。今回5試合目、4試合目までなんと7本決めてるというね、バスケ人生始まって以来のまあ50からなんですけどね、バスケット人生。いいんじゃないでしょうか。おっと、かけ決める。かけのお母様、また見ていただいておりますでしょうか。かけのお母さん、見ていただいてますでしょうかって、番組上問いかけたら、グレチャで見てますって、温かいお言葉をいただいて、めちゃくちゃ嬉しい頃でございます。ということでね、今回も張り切って配信していきたいと思います。そうなんですよね、というか、思わぬ方が、見ていただいてる、この YouTube チャンネル。思わぬ方に見ていただいていることが最近いろいろ発覚しまして、嬉しい限りでございますね、本当に。そもそもこのチャンネルは僕が、もう人生残りわずかなところで人生のアーカイブをね、残してるだけのチャンネルでございますんで、いかに視聴者の方の満足度を高めるとか、ニーズを満たすとか、そういうものは一切無視して、僕が残りの人生どう生きたのかっていうアーカイブを残す。すいません。そんなわがままなチャンネルとなってるんですけども、そんなチャンネルにもかかわらず、ここ半年ぐらいでなんか急激にフォローしていただける方が増えてきまして、嬉しい限りでございます。なんていうんですか、狙ってやってるチャンネル、まあ狙ってやってたんですけどね、狙ってやるのは結構大変だなと思って、もう僕が今興味があるようなことを動画に残してるっていう。お、来たんじゃないこれ。あー、外す、あれ。そういうことをチャンネルにしてるんですけども、なんかこの間すっげえ、まあ本人前にしてなかなかちょっと言えなかったんですけど、めちゃくちゃ嬉しかったのが、まあバスケのやつ、例えば、そうですね、バスケのコンテンツに関してはバスケ一緒にやってるやつが見るっていうのはもう分かるじゃないですかね。その反省点も含めてっていうのは分かるんですけど、僕はまあ比較的毎朝やってるコンテンツもあって、実はね、これはどちらかというとビジネスマン向けの、ビジネスマン、しかもマネジメント層向けに、まあ1日一元っていうことで、京セラの創業者の稲森さんの、一言を、僕なりな解釈をして配信してるっていう、まあこれまたなんつうんでしょう、ニーズも考えず、僕はやりたいからやってる番組なんですけど、バスケしか見てないんじゃないかなと思ってた
友人が、いや俺も一応見てますみたいな、なんかポロッと言われて、お嘘マジでってちょっと思ってこれはね、ちょっとああめちゃくちゃ嬉しいなっつ正直。うん、なんでね、なんかそんな感じで、なんかいい効果というか、なんかこんな独りよがりのチャンネルでも喜んでいただいている方が一人いれば、全力でこの番組やろうと思っている五郎でございます。ということでね、今週はね、今のところ今回5試合目なんですけど、4試合目まで7本シュート決めてるというね、10本いったら大満足なんでね。さあ、さあ、広島ドラゴンフライズのブルーのユニフォームを着ているのが五郎でございます。ということでね、片や一方で広島ドラゴンフライズの赤いユニフォームを着ているのは、ね、エース吉崎エース吉崎ということでね、同じユニフォームを着ているというね、ウケる。まあヨッシー多分来年の B リーグのドラフトで多分示されると思います。 SKP 吉崎みたいなめちゃくちゃいける、ヨッシーならいけると思う。 B まあ B、 おっと何バックシュート、初めてやってみたゴロ、あれ決まってたらすごかった、なんか決まりそうだったもんね今ね。ちょっと今リピート上げときゃよかったな今の。あー初めてやってみました、試合でバックシュート。もうね、基本的には僕45度のミドルしか入らないっていうのは自覚してるんで、自分にできることしかやらないおっとって思ってるんですけど、バックシュート出ちゃった。なんかやっぱ、ああ終了、そんなこと言ったら終了ということで、お疲れ様でございました。